スノーキーキこと小手川幸也です。2018年の10月以降株式市場が大暴落していますそして為替、えー、も円高方向に触れつつあるんですけどもちょっとリーマンショック時と、えー、比較されることが多いのでですね、えー、当時の 私、えー、リーマンショックの時あの投資ししてましたそこを振り返りながら、えー、お話していきたいと思います今とリーマンショックの時とどうなのかっていうところですねで、えー、私の投資歴なんですけども2005年の11月に株の現物投資始めましたその後、えー、信用取引も始めますそして、えー、FX を始めたのが、えー、2008年6月です も株をやめて FX に行きました。で、この年の9月にリーマンショックがあります。はい。で、えー、まあ、リーマンショック前後をしっかりとこの目で見ました。で、まあ、リーマンショック、リーマンショックって言うんですけども、これ、リーマンブラザーズが破綻したからリーマンショックなんで、これ、破綻する前は違う呼び方だったんですよ。それが、えー、サブプライムローン問題の表面化。 っっていいう言い方だったんですよ、まあ、サブプライムサブプライムっていう呼んでいたので、まあ、その言葉っていうのはね、えー、ご存知の方も多いかと思いますでもさすがにちょっとね、えー、10年ぐらい前のことなんであの記憶も曖昧になっている部分もあるのでちょっとデータも後で、えー、出しますデータっていうかチャートですねで、まあ、データじゃなくてもう感覚的なもので言っても現在のこの急落っていうのは、まあ、リーマンショックとは程遠いレベルです、はい、リーマンショック級とはまだ言えない で、えー、まあリーマンショックの時、まあ、前後ですね。えー、まあ、毎日毎週のように、こんな相場でした。ただ、ずっと下がり続けるわけじゃなくって、まあ騙し上げというか、まあ、自立反発のような上げがあってですね、えー、また再度、下落相場が始まる。そんな感じでした。つまり、一本上して下がっていくわけじゃないっていうことなんですよ。あ、大丈夫かなと思ったらまた下がって、大丈夫かなと思ったらまた下がって、ということなんですよね。で、えー、その、 まあリーーマンンが破綻する前のサブプライムローン問題これが表面化したっていうのは2007年の夏なんですよつまりリーマンショックの破綻っていうのは2008年9月なので 一年以上下げ相場が続いたわけなんですよ。まあそういった意味でもリーマンショックとはちょっと現時点では違う。で、私この時ですね、えー、もう株の信用取引していたので、まあ、株の空売りっていうのができたんですよ。なので売りからも入っていたんですけども、まあここですね、騙し上げ自立反発で担がれて、ね、えー、売ってるのに上がっちゃって、しかも株の場合って結構窓開けるんで、上に窓を開けて始まってって、 っていうことがありました、まあ、ニューヨークダウが上がるとあの日経も上がるんで。はいで、えー、ここから先チャートをご覧いただくんですけどまず今現在ですね、えー、この2018年12月先週21日時点で見るとまあこの高値の10月2日から 約でおそらくこれですねまあええー、週明け日曜日あごめんなさい、えー、日本は祝日なので、えー、火曜日2万円割っちゃうんじゃないかなとでまあこれあのー、何千円とか、あのー、そういう金額よりも本当はパーセンテージで見ないといけないんですけどもはい。でえーまあ 結構下げた週で言うと、まあ、ここですね、えー。10月の2週目ドカッと下げました。ここの、えー、値幅が1週間で、えー、1200円ぐらいですかね。はい。で、えー、ここですね。この直近のここの下げ。えー、これもま、1500円ぐらい1週間で下げたと。まあ、なんであの、この下げ幅で言うと結構大きいんですよ。しかも短期間で。で、リーマンショックの時どうだ かっていうのをちょっと、えー、データ出してみたんですけども、はいえー、まず、えー、2007年の7月の時は1万8,000円台でした日経平均でまあこの時から、えーまあ、アメリカの景気後退っていうのはあるんじゃないかどうするんだみたいな感じだったんですよ、まあ、その後ここドカッと下げたりとかってしてですね、えー、ここが、えー、約1,700円ぐらい下げたんですか はいまあ、その後まあ反発してまたこう下がっていくんですけどもですねまあここが個人的にはかなり記憶に残っているんですよ、えー、2008年の1月、まあ、つまりもう正月明けからドカッと下げ出してその後ここの高値って多分抜いていないんですよねだからもうずっと下がっていったなのでまあこれ今年末なんで、えー、年始どうなるのかっていうのはちょっとまあ不安なとこなんですけども。 で、えー、リーマンが破綻したのが、まあ、この週この何週目っていうのはちょっとあの厳密に言うと間違ってるかもしれませんけどもご容赦くださいはいでリーマンが破綻した時に一番下げたわけじゃないんですよねはい、えー、その翌々週ぐらいに日経平均これ2700円ぐらい下げてるんですかはいでまあその後しばらくしてこの、えーまあ、バブル崩壊後のまあ 最安値つけたわけけななんですすどもままあ半年以下ぐらいになってますよねでもただ時間をかけて1年2ヶ月ぐらいかけて1万8000円から7000円まで下がっていったとはいで今度は為替編なんですけどもまあ株価の方はね結構暴落してるんですけども米ドレンに関してはそんなに下げていませんただゴードレーンはすごく下げていますゴードレーンの方も後ほどチャートをご覧いただきますけどもまああの はい。まあ、下げたって言っても、この程度なんで、今年の、えー、最安値、ね、2018年の最安値と比べるとまだ全然のとこなんで、まあ、ここはやっぱり一つは、まあ、日米の、えー、金利差とかもあるんですかね。あの時はもうアメリカどんどん利下げしていって、えー、その金利がどんどん、金利差が縮まっていったっていうことがあるんで、今はまだそういう段階じゃないんで。で、まあ、リーマン前後どうだったかっていうと、はい、えー、ここが、えリーマンが破綻した。 週です。まあ、これもね、えー、先ほどの株の時と同様に、まあ、その時に下げたわけじゃないんですよね大きくはいまず、えー、これ先ほど言いましたけどもサブプライムローン問題の表面化の時に、まあ、株と為替が下げ始めたこの時1週間で、えー、7円ぐらい下げていますはいでまあ下げている週っていろいろあるんですけども、えー、2008年の3月ここ見てもここ100円割れですまあこれもやっぱりその当時、えー、FX ま,あまだやっってなかったかなかかた FX まあやってる人にすればですねえ100円割っちゃったよっていうのは結構衝撃的なニュースだったんですよ FX が流行しだしたっていうのはもう120円125円とかの時だったんでま,あまさか割れないだろうが割れたとで一旦まあそこを打ちして反転上昇し始めるんですよねはいでえこのリーマンハタンの次の次の週はいここがえ8円ぐらい下げてまあその後ですねはい 12円1週間で下げますベイドル円が、ね、ええー、2017年2018年の年間値幅ってこの1週間だけで、えー、達成してるっていうことなんですよなのでですねあのルーピーダンとかトラリピとかそういうリピート系 FX している方って、えー、リーマンも視野に入れて値幅取りましょうっていうのは多分ここ経験している方だと思うんですよこれを見ていたらあのー、10円の 想定値幅ってすごく狭いんで。はい。で、えー、ちょっとゴードル円の方を見ておきたいんですけど、まあ、直近下げてるのゴードル円なんですよね。これが、えー、3週間で、えー、5円ぐらい下げています。すごく下げたなって思うんですけども、これもリーマンと比べると全然なんですよね。これリーマン破綻時、えー、その次の週ですね。1週間で8円下げて、ね、さらにその次の週に、えー とこれ18円ぐらいたすか18円8円なんで2週間で26円下げてるということですがですかねでそれでそこじゃなくってまたここで、えー、一旦騙し上げというか自立反発のようなものがあってさらに55円台までつけちゃうんですよということはこれほぼ1ヶ月4週間で88円から55円まで追っていったということなんですよはい ということでですね、まあ、現時点で言えることなどなんですけども、まあ、リーマンショック前後と比較するとほど遠い、まあ、特に為替の方ですね。これは、あの、値動き的にも、あと材料的にも、はい。まあ、やっぱり、あのー、サブプライムっていうのがすごく、まあ、厄介だったんで、まあ、今現在、一応材料としては、 なんかあのー、アメリカの金利動向とかまあねえー、その他トランプさんのいろんなそういう問題とかあと米中貿易摩擦とかまあそういろんなことがこう複合的にあってこれだっていうのがないんですよねなのでまあどうなのかなとただサブプライムローン問題の表面化の時もですねその前っていうのは後日にあんなことになるとは誰も、えー、思っていませんでした想像できなかったなので今回もしかするとそうなるかもしれないし ななならないかもしれないで、まあ、今のようなことが、えー、連日続けばそれはリーマンショック級と言えるんじゃないかなとで、えー、今不安なのはですね、まあ、下げる余地っていいうのが大きいんですよ、えー、リーマンショックの後って多分ニューヨークダウ、えー、9,000ドル弱ぐらいだったと思うんですけども、えー、っとそっから2万4,000ドルですか。 で,で、えー、日経平均株価も、えー、先ほどの安値から2万4,000円まで上がっていきましたなので下げる余地が大きいんですよで下げる余地が大きいと、まあ、特に相場崩してくるヘッジファンドっていうのはやっぱりあの取れる値幅大きい方を狙いたいんですよ、ね、どん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 その3倍まで上がっているものをさらに買い上げていくよりもドカッと下げさせる方があの余地が大きいんで。 まあなので今のとその下げっていうのはまあ、結構小さなヘッジファンドじゃなくって結構大きなところがやってきているのかなとも思いますで、えー、じゃあリー,リーマンショックの時にその時どうしてたんだっていう話なんですけどもまあ冒頭でも話しましたようにもう株をやめて FX に移行していましたもう無理だとあんな下げ相場はい。 で、えー、FX は売りから入りやすいんで、もう、あの、米ドのショートっていうのをしまくっていました。ただ、まあ、短期で結構手仕まいしていたんで、そんな、もう、すごくめちゃめちゃ稼ぎましたよとはなりませんでした。やっぱ怖いんでね。あの、下げているとき、あんな今みたいな暴落の時に順張りで売れるかって言うと、売れないんですよね。下げのスピード早すぎるから。その分、やっぱり、あの、株でも何でも上がっていくときって、あのど、んどんどんどん積み重ねていくので、途中から順張りで入りやすいんですよ。 下落相場の順張りりっっててやりにくいなっていなうとこですね。ということでもし今株やられてる方はまあ FX ちょっとどうですかっていうまあそんなことも進めながらあとですねあの先日のトライオート ETF の動画ありましたよねあれも結局は欠点とししては買いいででかか入らないからななんですよ。FX はあの自動売買にしても手動にしても売りで入れるんですよということでこの動画概要欄にはいくつか URL 貼っておきたいと思います。 思います。えー、まあ、できればね、リーマンショックのようなことにならないことを祈っております。最後までご覧いただきありがとうございました。